どうしたんだ、一人でこんなところで。別にどうも。あなたこそいいんですか、いろいろ忙しいんでしょ。フェイスはこんなところでサボっていてよろしいんでありますか。本当に突っかかるような言い方しかできないやつだな君は。そんなに気に入らないか、俺が戻ったことも君を殴ったことも。別にどうってことありませんけどね。でも殴られて嬉しいやつなんかいませんよ、当たり前でしょ。だいたいこないだまでオーブでアッサーの護衛なんてやってた人がいきなり戻ってきてフェイスだ上官だって言われたって、それではいそうですかって従えるもんか。やってることめちゃくちゃじゃないですか、あなたは。それはそうだろうな、認めるよ。確かに君から見れば俺のやっていることなんかはめちゃくちゃだろう。だからだと言いたいのか。だから俺の言うことなど聞けない、気に食わないと、そういうことか。いや、自分だけは正しくて自分が気に入らない認められないものは皆間違いだとでも言う気か君は。そんなことは。ならあのインド洋での戦闘のことは今でもまだあれは間違いじゃなかったと思っているのか。はい。オーブのおのごろで家族を亡くしたと言ったな君は。殺されたって言ったんです、アサに。ああ、そう思っていたければそれでもいいさ。だがだから君は考えたっていうわけか。あの時力があったなら、力を手に入れさえすればと。なんでそんなこと言うんです。自分の非力さに泣いたことのある者は誰でもそう思うさ、多分。その力を手にしたその時から、今度は自分が誰かを泣かせるものとなる。それだけは忘れるなよ。俺たちはやがてまたすぐ戦場に出る。その時にそれを忘れて勝手な理屈と正義でただ闇雲に力を振るえば、それはただの破壊者だ。そうじゃないんだろ君は。俺たちは軍としての任務で出るんだ、喧嘩に行くわけじゃない。そんなことは分かってます。ならいいさ、それを忘れさえしなければ。確かに君は優秀なパイロットだ。でなけりゃただのバカだがな。